リベン版令和のドラこれ福ちゃんも自分で言ってるからいいと思うんですけど、はい、福田さんも途中でやられたじゃないですかこれは、はい、あれはやめたんですかね福田社長はメンゼスターもやめ辞めやめられた、はい、最後はやっぱうまくいかなかったんすかねまあそうですねそうですね結論言うと求人が集まらなかったから、ねうん っっってておししゃってましたと福田社長をやった時っていうのは僕のノウハウも入っててもう一人抜き系の店をやってた人のノウハウもミックスで入ってたんですよね、はい、なのでそれちょっとどっちつかずになって福田社長もそっちの方とも仲良かったので僕もがっつりその健全を教えられなかったっていうのはコロナのど真ん中でしたよねそうでしたね、うん、えでもじゃあ求人が大変ってことは <laughs> フランチャイズやる人は求人に困っちゃうってことでいいですか あいえ福田社長ちょっとグループ FC だったわけじゃないんですよ<ー>実はノウハウは教えてるちょっと教えてるというぐらい、えー、で僕のグループだと名前もそれなりにその地域では長通ってるのであ山田さんのとこだったらあの健全であのセラピストできるねっていうことで集まりやすいは安いなるほどねじゃあ求人で困ったことはないんですかいや困ったことは正直ありますけど最近は僕がやってる店舗 は,いはい、は増える一方になってます。フランチャイズやってる方は六店舗あるんですよね。は,はあのそうですね苦しんでいるところもあります。求人があんまり来てないところもありますけど比較的僕のその動画見てその上田とか松本とか宇都宮とかに触れてるって言ったら失礼なんですけど、うん、人が集まっている。彼のところって店舗型じゃないですか。はい、もちろん派遣型もあるわけですよ。でデリバリーヘルスではなくてデリバリーの えー、メンズエステ。はい、めちゃくちゃ人気があって、えめっちゃ可愛い女の子が集まるんですよ。えそそれは抜きがないからです。え、彼のところっていやいや、そうじゃなくて、そういうお店は、ああ<ー>。風俗みたいなことをしなくていいので、めちゃめちゃクオリティの高い子が集まるんですよ。そ<ー>多分、だからそれと割と同じ感覚で、メンズエステって、やっぱりいかがわしいっていう感覚がある。だけど、そういうことはやりたくないけど、でも、 ちょっと稼ぎたいよっていう女の子はうん、うん、多分山田さんの店に行くっていう意味です。うんうんうん、確かに多分。はい、だかきっと、あの、レベルが高いんだと思うんですよ。うん,うん。まあ安心ってことですよね。女性からすればね、そうですね働ける。はい、えー、なおさらメンズエステって名前使わない方がいいような気がするんだけど、そんなことないんですかね。<laughs> どう考えたってさ、赤の他人のをされたくないじゃないですか。うん、よし、なりたくないし、はい。普通にマッサージやって、でも普通のマッサージよりも単価高く。 もらえるんだったら行きたいと思う女の子がいて当たり前だし、そういう子たちのいわゆる外見、ルックスがレベルが上がることも至極当然だと思うんですよ。

なんか店、店とかそういうブランディングを作った方が山田さんの店としてはそれこそフランチャイズにも流しやすいし発展するのかなって感じがするんですよね。結局まあ確かに言う通りメンズエステっていうのはね、あの元々がこういう業界だからうちが名前を変える必要はないっていうのはそうだけど、ただ一方でも汚されちゃってるのは間違いないじゃないですか、はいで。そう考えると新たになんか自分でサービス名を決めて、はい、そういう新しい軸のサービスだって売ると逆にブランディングとしてめっちゃ良くなるんじゃないかなと思うんだけど、それはどうですかね。 それも、あの、いいと思います。ただ、新しい名前で、うん、例えば、女性のそういうドキドキ感が味わえるという表現をするのって、相当難しいと思うんですよね。<ー>メンズエステで、ダメなところは、ただ違法なことをするかどうかじゃないですか。だから、それは、ちょっといいのかなっていう、今グループの名前なんて言うんです。えー、っと、夢花っていう、中の中心のグループと、アロマプリエールっていう、まあ、栃木中心のグループと。2、うん、ブランドで、最近、巧妙になってて。 例えばブラジリアンワックスとかさ、はい、あの脱毛とかでもほぼメンズエステみたいなことをされますよだからエステ終わった後に、まに、あ、もしくは脱毛終わった後にそのケアだって言ってオイルマッサージがあるああだから堂々とその辺りをしっかり触ってくれる状態になるんですよでもなんか合法メンズエステとかもう明らかに分かるように歌うとか うんそうね、超健全メンズエッセーとかって言われたら、うん、まあそれを期待するお客は本当にないんだなと思ったら行かないじゃないですか女の子も来やすいし、うん、なんかそれぐらいだったらなんかいいんじゃないかなっていういいいこれは、ね、これ健全メンズエッセって言ってるぐらいだから自分で、はい、それをもっと頑張りも健全でかくするとか <laughs> うんあ確かにそうですね、まあ、グレーはグレーなんですよ際もがっつりありますしくっついてせず <laughs> それを健全というかどうか,か。<laughs> くっついて,っくっついてスキンシップを取りながら安心感を与えながらせずつくっついてが出てきた <laughs> 新しい情報入りましたねま,あまず6つや7つしかないのに夢花とアロマプリエルに分かれてることもすごいなんかもったいない気がしますせっかくこう出てきたなら、はい、もうがっつりなんか1つブランド決めて、はい、しっかりなんか代理店がなんか入ってもらって、はい、そういうブランディングした方がよくないですかね、えー あと夢花は大変申し訳ないんですけど健全感が薄いっす、ねはい、名前として <laughs> そうですかはい確かに、はい、僕の感覚ですよはい、はい、なんか温泉宿にある汚い安いソープランドみたいな感じああ分かる <laughs> <laughs> これそもそも TSK 株式会社代表取締役斎藤敦創業45年 東京と神奈川を中心に建設業界の人手不足を解消するサービスの提供これまで採用した職人は5,000人超え人の通りを思うじ本質をもの静かに見抜いてきた斎藤の目には何が見えるのか志願者の未来を成功するこれそもそも、まあ 1> はい、月1万いくらじゃないですかロイヤリティはい自分でやんないでなんていうのかな情報商材とかじゃないですけどそういう立場で教える側だけでいいんじゃないですかそういうノウハウを。 はい、それだけでも済むような話の気がするんですけどそれもでも最近はちょっとあのメンズエステの店長を OJT する。 うん、プランとかはや,ってや,やり始めましたこれってでも多分その健全性が肝じゃないですか、はい、フランチャイズやったところが違法なこと始めちゃったら話にならないじゃないですか、はい、ブランドイメージが崩れるのだからそこの管理結構大変ですよね。そそ、えー、そううでですねそれはそうですねって考えるとやっぱり1万円はお気持ちは嬉しい気はしますけどもうちょっとなんかちゃんとしないと責任取れない感はありますけどね。あ も多いと思ってます改善しなきゃいけないもともと仲間内なんですか誰か知り合いとか直接の直接の知り合いも1枚1名いますけど <laughs> あとは youtube 見て皆さん声かけてきてくださいました4年前ぐらいはトータル100人ぐらいはやりたいっていう問い合わせがあったんですけど <laughs> 近くしか僕見れないので自分の直営店がある栃木と長野 の周辺にしかかやらなったんですよねあと全部お断りこれやっぱりそれってよく林さんとか竹村さんが言うんだけど安いからダメなんですよ安いからできないわけですよだれちゃんとフランチャイズとしてそれこそ指導してやっぱお金取ればそれは手が回るようにできるじゃないですかだから本当にフランチャイズやりたいと思うならやっぱりそのね番組にも出るんだったらもうちょっと FC チャンネル見て勉強するとかしてから出てきてほしいなって感じそうですねそうですねこれなんか偵察入れたいぐらいですもんね 抜き打ちで<あ>、はい、そうですいうのも何かやっとかないと何かこううで発覚したりしますいつも。ちなみにこれここ価格ってどのぐらいのもんなんですかをいただいてまして、まあ、接班とか6割が女性セラピストさんに行ってます。 結構じゃあまあ安くはないですね。安くはないです、ね。うんまあ、なんか山田さん騙されそうだな。なんかこう、うん、フランチャイズオーナーさんがいっぱい募集、応募来て、1万円ぐらいなんで、はい、さっさと、なんていうんですか、ノウハウだけ知って、違法でやっていくみたいなところが増えてきそうですよね。そうなんですよ。それが怖いんですよね。だから広められなかったっていう。う俺でも、竹内さんと組んだら結構最強な気がする、ね、いや、組んだらね、僕 <laughs> いけますけど、うん、いや、頼りないですね、やっぱ山田さんが。 そのちょっと怖くないですかなんかこうちょっと緩やかすぎて。なんかめちゃくちゃいい方だっていうか、ね、いい方は分かるんですよ。うん、でもなんか任せられないというか僕がっつりやるわけじゃないんでやっぱりそれなりに主の部分はやってもらうことになるんですけど、はい、いやなんかこうだったんでそのサービスしちゃいましたこれはちょっと契約は放置しちゃいましたとかって言われそうな気がして怖いんですよ。うん でもなんかさっきね、その乗り込みますよみたいな結構そこは強いんですよね。そういうのはちゃんとやります。そういうのはちゃんとする。なるほどえそれ例えばしずくいさんがよからのことをしてた時にどんな感じで乗り込むんですか。やってください。ちょっとやってください。自分があの今。はい。あと抜いてください。すぐ抜いて。あ、こうこういう感じですよね。でガチャっと開けてしずくいさん何したんですか。いや何もやってないです。いややってなければ呼ばないですから。い何もやってないです。やってないです。間違いじゃないですか。 いや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 女の子泣いていじゃないでいかいやいやまで笑顔でしたよいや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 いてるでしょいや名前じゃないです名前じゃないですであのこれねさっきあの入室時にお伝えしたんですけどお触りも抜きサービスもやらないんですよっていうことをお伝えして入っていただきましたよね覚えてますよねまあなんとなくその後に誓約書にそういうのがないですっていうのをサイン頂い,いてますよね覚えてますよねまあまあなんとなくは でもおさわりしちゃったんですか。いや全然覚えてないですけど。いやいやいやじゃあもういいですよ。あの認めないんであれば警察にちょっとあの呼びますので。今早く認めてください。まあでもお金払って帰りますじゃあ。いいつもそういう利用するんですか免税してて。いや全然しないです。まあ、お金払うんでいいでしょう。いや素直じゃないですね。そこは。 結構優しいですね。じゃ怖えよでもこれ。そこまで言うんだ。あでもさ、ああ、しずくいさんもこれ初めての経験じゃなさそうですね。ちょっとだいぶてくてし、だいぶね、手慣れてる、手慣れた感じのやつね。いややってる感じの。ねろ金で解決すんな。悪いヤツだな本当に。なんでも金金って。いやいやいや。でも女に興味ないでしょ <laughs> いや、いや、や、語弊がありますよ。よ <laughs> なるほど、なるほど。まあ、でも、そういうふうに突入していくっていことは。そうですね。でも、向こうが裸で劣勢な立場なので。うん、こっちがソフトに言っても、大概申し訳ございませんでしたってなりますし。 じゃあも風呂入ってきてくださいとか最近は YouTube 撮るようにはしてるんですけどね。動画を撮るようにしてるんですか？動画を撮るように。あのすみませんちょっとお話戻りますけど女性の方がそのえっとミニスカートミニスカートというかで男性の服装はどんな感じですか？紙パンツ一枚。なるほど。履いたことないやろ。いや。死ぬくらい恥ずかしいぞ。えでもボディビルパンツですよ。紙パンツってこんなんやねんね。ボディビ俺最初渡された時に本当に嫌だったもん。俺ロケのためにやったんだよ。 はい、ありがとうございいましたいや本当業界の闇と戦う山田その思いを受け止め虎たちの心が揺れ動くこの挑戦果たしていかなる結末へとつながるのか物語はいよいよ最終局面へと向かう ジ大行はフィリピン人のピナイ、詳しくは概要欄から。女性側がやってる場合っていうのは、どうやって、まあ、さっき話出てましたけど、どうやって詰める話するんですか女性がやってる場合は、裏取って、うん、で、ちょっと話そうって話、裏取るって、男から聞くんですか。おお客客様様からも聞きますしは あの女性のことが好きだったら言ってくれないんですけどやっぱり僕のことを信頼してくれてるお客様もいるのでいや実はあったんだよこういうことがあったんだよって言ってくれる場合もありますあとはえと別のセラピストさんに入るんですねお客様ってその時にあの別のセラピストさんに入った時に「あの子やってくれてたんだよ」っていうのが聞こえてくるそれが抜いてほしいから言う場合と本当にそういうことがあった場合とあるんですけど。 なんか自分がオーナーだったら、はい、でもこいつ売り上げたくさん立てるし一回説教してもう一回頑張らたいなって思っちゃうんだけどそこをやめさせるっていうのはそうしていかないと、はい、こういう健全で頑張ってるようなセラピストさんがついいてこないんですよね今日声だけのご出演になるんですけれどもあの観覧されてる女性の方。 実際に働かれているもう五年五年ぐらいやってくれやっぱり山田さんのところ安心ですか働いててあそうですね安心で安心して働けますはい。お客さんもやっぱりそれでも来るんですねあ、来ますね何年も五年近くだかせていただいてるんですけど五年近くずっとリピートしてくださる方いらっしゃいます今日長野からですかあ、長野からはい来ましたえそれはあれですか やっていけそうな感じですか雰囲気的には。やっていけそうっていうのは完全健全をずっと歌ってるわけじゃないですか。はいはい、か普通の人の感覚ってそ,それが目的で来る人で成り立ってるビジネスだと思ってる人が多いと思うんですよ。あその違法なことがあって,ってそう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 。ああ成り立っ っていけると思います。抜きがあるのと抜きがないので、ちゃんと確立していると思います。ちゃんと抜きがないので、求めてくる方は。<ー>はい。近所に同じような店ってあるんですか。ええ同じように。あこ,のこういう面接みたいなのは近所にあります。はい、あ,あります。で向こうライライバル他の店は結構あるみたいな感じなんあ。こういう違法なことが行われているってことですよね。うんうん、あ、行われている店もあるようではあるんですが。やっぱり、こう抜きがないのを求めて。 抜きがないっていうか、そもそも抜きがないのがメンズエステなので、うそうですね。こちらをもとめ田舎にけば <laughs> 山田さんのとこみたいに健全なところってあるはありますよね。はい。で都内は圧倒的にもほぼやっぱ違法なんですよね。都会ほど違法です,ですよね。はい。それすすごく聞くんですよ。はいはい。だからさっきの話の続きですけど、名古屋はえっ、ー、とないところも結構あるって言ってました。うん。 あんまり名古屋親しくないですか誰か。あ、ちょっと2、3知り合いはいますけど、はい、でも荒れてる地域ではありますよね。はい、本当に僕、その子に聞いたときに、あ、本当にあるんだな、そういう店って、やっぱ山田さんしか知らなかったので、まあ、ある種、山田さんが一人で頑張ってるみたいな感覚を持ってたら、うん、そうじゃなくて、ちゃんとあるんだなっていうのは、うん、そこで認識はしましたね。うん、気持ちは分かるんですよね。あの、はい、よく、まあ、結構仕事柄、あのはい、アジア、 の方行くんですよ、はい、そうすると、まあ、疲れてマッサージ行くじゃないですか、はい、向こうの方個室になってて、えーえー、そうすると女の人から小さい声で「オプションオプション」って何だか聞いてくるんですよ「何?」って聞くと「スペシャルマッサージ <laughs> いくら OK?」みたいないやいやもう勘弁してくれやと。 ス <laughs> スペシャルマスター、言われるんですけど嫌<僕>なんですよいやいやいや僕ねリラクルでさ、うん、アメリカに偵察に行ったことがあるの、うん、リラクルみたいなお店を出すために、うん、何店舗もあったん、うん、でその時に僕ファンドの人と一緒に入ったお店がそういうお店だったで 抜けありますよ、抜けありますよでも俺一緒ファンドの人と来てるからとで、じゃ声出さないようにするからお願いしますって頼んだことあって一緒に出て行った時に絶対向こうも何かあるはずなのに二人ともまあまあだったねってはい、調査費使って行ったことあるすいません、素晴らしい話を何か僕が潰したみたいないやいやいや本当にすみませんいやいやもうスペシャルマスターだよね真面目ですよね、やっぱり嫌なんですね嫌ですね嫌な一応そういう設定だと思いますよ あれキャラセってじゃないですか。まあ確かに <laughs> いやいや。まあまあまあ、今後ね。<laughs> 当初、昔ね、はい、僕も令和のトラ、初期から出てて,て、はい、初期から、その、最初の頃じゃないですか、はい、出てた時どうでした令和のトラに出,出た理由とか、はい、どうして出て、7回出てどういう反響があったとか、はい、で、その後どうして辞めて、今はどう思ってるかとか聞きたいですね、はい。ちょっとしつこいんですけど、健全、 貸したくて出たんです。なので、令和の虎を利用させていただいたみたいな格好なんです。うん、僕の youtube で健全をメンズエステの健全を歌っていて、それが見てくれる人が増えたらいいなっていうことで出ました。実際、あの反響というか、もぼちぼちあって、それの影響もあってフランチャイズやりたい人が。 からの問い合わせが来ました。で、僕はあのもうちょっと立場的にもそんな成功してないので、虎として出ることはないですけど、あの出たことはすごく良かったと思ってます。もうもう一回成功されても復活はされないんですか。ももし許していただけるのであれば、大成功したらあの出てみたいというのはもちろんありますけれども、なかなかそういう成功欲っていうか。 もうそんなにない方なので自分のやりたい仕事を目一杯できれば満足できちゃうタイプのじゃあ最後にちょっと聞きたいんですけど、はい、100万円もらって本当に何がしたいですかその熱い思いは今のところわからないんですけどメンズエステに10年間、えー、メンズエステ業界におりまして健全で施術するセラピストさん隣の部屋で他のお店が抜き合ってたり脱いで稼いでるのを横目に えー、マッサージだけで心を込めて施術してる方たちばっかりなんですよね僕のお店にいる方たちっていうのはそういう方たちのためにメンズエステがこういう違法なとこだよねみたいな印象がついていくっていうのは僕が阻止できれば健全点を広めて阻止できれば、えー、したいなっていうところでやってます。分かりました。その志に。 竹内さんと岩井さんから、二人一斉に百万円出ました。いやぶ、えー、ってた俺は。<laughs> <laughs> くっそ。<laughs> ずっとタイミング合わせたね。<全> <laughs> いやーもう完全にね今のね聞きましたね,ね。ねもうタイミングわかってるから。素、はい、<laughs> しい聞く。まだ最終決断前の途中段階のお二人から一人ずつからですね、百万円一人出しになるんですけれども、皆さんは大丈夫ですか？他の皆さんははいでは。 この時点で一旦完全オールになります。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、改めて、えー、竹之内さんと岩井さんから100万円ずつ出ました。この時点でエクシードになります。200万円が出ています。はい、どうされますかこれ、アピールしていいんですか、僕は。ああ、どうぞどうぞどうぞ。僕はマッサージの業界ですし、まあ、よくわかるし、やっぱりその気持ちに投資したいと。あんまり口出ししてないです。 多分岩井さんだったら相当大変だと思うんですよね <laughs> 結構しんどいと思いますだから精神的にやられる前に僕のこの百万円を掴んでくれた方がいいかなと思います、ね、<laughs> 一人出しでお願いしますじゃあ僕もいいですかぜひ竹内さんで <laughs> なんでなんで <laughs> やりたかった僕邪魔したかっただけじゃないですか <laughs>、ええ、<laughs> さあ、<laughs> 今のお二人のお話を踏まえて <laughs>、はい、エクシードどう選択されますかはい では竹野社長。は、え、い、ー。ええ <laughs>、一人出しでお願いします。<laughs> はい、わかりました。岩井社長もありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。ますありがとう,とうございます。ちゃんとお礼を言うのがいいよね。やっぱり。うん、では、あの、お金の受け取りの前に、えー、改めてお一人ずつから、ちょっとコメントをいただきましょう。はい。まずは平井でさんからお願いします。はい。エフ版ね、結構厳しいんで。 た、はいあのー、多分もうちょっとこれ練らないと、ボコボコにされちゃうと思うのと、はい、やっぱ林さん、儲かんないとやってくれないと思うんで、儲かるプランを竹野内さん、得意だと思うんで、一緒に考えて、はい、FC 版、頑張ってください。ありがとうございます。斉藤さんお願い,します、はい、いや、もう人柄的にも、あと、まあ、この仕事の内容はね、すごくあの面白いなと思ってたんで、まあ、ただ、どうしようかなと悩んでる最中に、竹野内さん、あの岩井さんがばっと言っちゃったんで。はい 改めてまた何かあれば、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございますでは茂木さんお願いしますはいあの初めましてですが初めまして本当に令和の虎初期からの大ファンとして山田さんを見させていただいてねすごく一度お会いしたかったんで今日お会いできただけでね感無量でございますあ,ありがとうございます僕も嬉しいです、はい、そして百万円おめでとうございますあ,ありがとうございますぜひ成功してくださいはいありがとうございますでは百万円一人出しもありました岩井さんお願いしますはい 山田さんとか福ちゃんっていうのは本当に割と初期の虎でまああえてご本人を目の前にして言うのもなんですけども当時別に基準もなくて本当に出たいで、えー、もしいいよと思ったらお金が積める人ならばぜひ出てくださいっていう形で出ていただいた方だったんですね。なので、まあ、とにかくあのすごく僕は山田さんのことが昔から大好きなんで、まあ、最初からあの決めてました。はい あとは、最後に、竹内さんが、あの、ああいう言い方をしたってことは、絶対にその後に出るのが分かってたから、やったろう思いました。悪い <laughs> 悪くない悪くないですか根性悪すぎません <laughs> いやいやいや、あの、絶対もう見えてたもん。<laughs> あれは僕が一人で出して、かっこいいなで終わるところじゃないですか。<laughs> 私も今日ちょっとすみません竹野内さんの前に私も今日初めましてお会いしたんですけれども、はい、どうして今日リベンジ版なんですかってお話を伺ったらなんか人生のリベンジがしたいからリベンジ版なんだっていうのをおっしゃってて、うん、もうすっごいかっこいいなってかっこいいね思いましたでちゃんと向かい合うのよ話してる人に、うん、さっきの岩井社長にもありがとうございましたでしょ、うん、人としてできてる そういう人は裏切らない。山田さん、本当に素敵な人なんですよ。すごくあの、素敵でかっこいいなって思いました。では、あの、最後も独り勝ち決まりましたけれども、竹内さん。お願いします。はい。本当に。健全でを作っていくという、その志はめちゃくちゃいいと思うし。まあ、全国のその違法なことをしているところの見本になって、それでも儲かるんだよと。いうところを示していってほしいので、ぜひ一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。では、山田さん、受け取りお願いします。はい。 おめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。では最後になりますけれども、山田さんこのお時間を振り返っての感想をお願いします。はい、えー。貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。そして、えー、と率直なご意見を各社長からいただけたことを肝に銘じてこれからやっていきたいと思おも、えー、やっていきます。オールになるとか全く思っていなかったので、えー、本当にあの嬉しいです。 ありがとうございます見事完全オールですおめでとうございます山田が挑むリベンジ版「令和の虎」メンゼステの健全化を目指す挑戦は虎たちの心をつかみ見事完全オールで終幕虎としてタイガーファンディング黎明期を支えた男が志願者として新たなドラマを生み出す ここからいかなる物語を紡ぎ出すのか新しい未来の行方は続報まで。